ばんは。そう、触覚ちょっとね、こう巻いてみた。ちょうどバイト終わり、お疲れー。ミンコお疲れー。2周年コンサートであいみんに落ちたから初めて見に来ました。ありがとうキキさん、ありがとう。2周年コンサート楽しんでいただけてよかった。嬉しいな。高校受かりました。え、おめでとう、なっちゃんおめでとう。おめでとう、お疲れ様です。今日は会社お休みでした。わ、いいね、お休み。何してたの？周年の自己紹介のやつ、へいへい皆さんこんにちはって言ってた。言ってた。なんかね、昼公演はへいへい皆さんこんにちはって言って、夜公演がへいへい皆さんこんばんはって言ってた。すごい、ありがとう。え、思いを届け、かわいい。今なんだこれ、ホワイトデー、もしかしてホワイトデーのイベント始まってます。かわいい、思いを届け、思いを、思いよ。家族とご飯行きましたわ、最高ですね。こんばん、へいへい皆さんこんにちは、へいへい皆さんこんばんは。卒業確定しました、おめでとう。今日は作業たくさんしました。おお、何の作業？ありがとう、かわいい、ありがとうギフト。教えて花だよりの時は皆さんこんばんはって言ってたから、ライブでのアレンジなのか。そう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 、あみちゃん今日も好きだよ、生きる意味だよ。ありがとう、生きがいですか、あみが。嬉しい、生きがい、生きがいになってたら嬉しいな。今週お話し会だにワクワク。そう、しかも2日連続お話し会だから嬉しいな。黒猫もふもふ、思いを届け、ありがとう。くまちゃんかわいい、ホワイトデーのイベントがね、ショールーム始まってるね、ショールームさん。わーい、キャホヤホー。ピザマンありがとう、星たくさん。今日髪の毛茶色く見えないね、真っ黒じゃない。前髪が結構分厚めで巻いてるからかな。今日はちょっとアイシャドウ薄めでやってみました。ブラウンのアイシャドウでいきなりメイク紹介薄くアイシャドウしてみました。
どや。のすぴっぴ、ありがとう、結婚して。Thanks。 お姉さん系かと思ったらふわふわかわいくてびっくりした。本当これふわふわ系、ふわふわ系女子。黒髪ね、真っ黒ですね今日、なんか服も黒いし。レグルスありがとう、クマクマちゃん Thank you。 今日の髪型好きすぎ、どうしよう。本当やったね今日の髪型。明日誕生日なので祝ってほしいです。タミ吉、お誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。最高の誕生日にしてね。ハッピーハッピーバースデー。ええ、すごい可愛い。何これ。ダイヤモンド。シュートありがとう。うわーすごいタワーだ。ありがたわ。ありがとう。嬉しい。初めて見るタワーだねこれ。猫ちゃん、猫ちゃんが天使、天使みたいな猫ちゃんが2匹いてハートを持ってる、かわいい。めっちゃかわ、めっちゃかわ、めちゃかわにゃんこ。ありがとうシュート、本当に本当に嬉しいよ、ありがとうね。かわいい、こんなギフトがたくさんあるのね。新しいホワイトだからさ、ちょっとこう千尋思いを届け、ありがとう、ありがとう。あホワイトデーハッピ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 ー。本日も結婚、本日も結婚とさせてください、させてクレメンス。アイちゃんとイチゴ狩りみたいよ、パフェもイチゴも二人もいっぱい出てめっちゃ可愛かった、ありがとう。むっちゃねすごい、いちごをたくさん食べたからあの日は本当にもういちごに自分がなりそうなぐらいもうねいちごをいっぱい食べれて幸せだった。アリス、そうそうツーショットモーメントにね載せてくれてた。アイミーへ大好き届け、かわいい、届いてるよ、受け取った。もらってないけどホワイトでお返しあげる、やったあげてないけどもらえるの最高ください。クマップありがとう、クマちゃんありがとう、クマップー着払いでイチゴ送りつけてもいいですか、やめてください着払い。着払い？嘘でしょ。ホワイトデー、ホワイトデーの日がライブっていうね、最高だよね最高。
今日なんかとっても可愛いね、大好き。本当今日なんかあのナチュラルめにやってみたよメイク。お願いします。あいみん沼ってるけどもっと沼りたいです。沼れ沼れ。奥さんかわいい、ありがとう。かわいいギフトありがとう。あいみん不足言ったから助かった。最近まあ結構あのショールームしてるけどね、今月は2月よりできるかなと思っております。たくさんしたいショールーム。やったーやったスマホの録画面あいみんにしたらドキドキして日常生活がままならない。え、どの写真をしてくれてるの？めっちゃ嬉しい。嬉しいよ。ほう、なんか録画面とかね、そうやって結構たくさんいろんな人に見られるところをね、あいみにしてくれてるの本当に嬉しい。マイペース訪問ですいません、もっとおいで。そうか、ホワイトデー直接私に行けるのか。大空ビンとシーメロ、あゆみソロの時最善行って手渡しする。受け取れたら受け取るね。あゆみ補給やったー。首まであゆみ沼ってるけど頭まで押し込んでくれ。スペライの座席教えるの前日当日、前日がいい、早めの方が助かる。前日教えて、分かったらねすぐ教えてほしいな。俺は携帯そのものあいみにせよ。どういうこと？携帯そのもの撮った紙こ写真壁紙にいいね。スマホの裏側もあいみ嬉しい、超嬉しい。把握、溺れる沼だからね、溺れちゃうよ。分かってけ、今教えても覚えられない。確かに早すぎるのもあれなのか、むずいね。海綿沼の深さ何センチ？あの海の深海より深いです。マリアナ海溝より深い、イエス。あの海のさすごいあの深いところになんだっけ、チムニーっていうサンゴみたいなやつがあるけど、あのぐらいかな。フォローしました、ありがとう。フォローしてくれて、うーん、無限無限ですね。こんばんは、こんばんは。パズルが自然により寝不足
おはよう、あゆみたんち、おはよう、おさよう。寝不足になるぐらいまでたくさんしてくれてありがとう。パズルチェキね、あれね、あれ1名ってやばいね。チェキもらえる。雨降っとるから買い物行く気力ない、気力ない。なんかわかる、雨降るとさ外出たくなくなるよね。ごきげんようくしゃてりやごきげんようくしゃてりや。なんか天気予報もさやっぱちょっと変わるじゃん。その何日か前にさ見たやつで確実ってわけではなく、こう変わるからさ、むずいよね。いや天気予報すごいよね。雨降ったら花粉って紛れる。3月なのに寒い。確かにまだ寒いよ。なんでだろう。エミに質問です。好きなお花教えてください。好きなお花、逆に何が好き。そうお花、まああんまりそんな詳しくはないんだけど、でバラとか好きかな。まあ結構ねあれだけど、花、お花、コスモス可愛くて好き。可愛いよね、青いバラ。いいね。ジャーマンアリアス、ヤマありがとう。こんばんは、ありがとう。ラベンダー、ひまわり好き。そうひまわりね、ひまわりっぽい。なんかあゆみ8月だからさあれだよね、ひまわり系の。本当は女子なんだけど、ひまわり、ひまわりって感じする。なんか黒いユリって感じするよね。サイタンありがとう。え、ありがとう、かわいい。シタワーです、威嚇タワー。ニコン猫ちゃんありがとう、かわいい。青ルビー、サファイア、ダイヤモンド。猫タワーやばい、かわいいね。めっちゃかわいいよね、超かわいい。これにゃんにゃん猫ちゃんのさ背中によく見たらさ、なんかさ羽翼生えてる、かわいい。ありがとう、さえたん。パズルも、ニコノイジューパズルもたくさんしてくれてありがとうね。ちゃんと寝てね、寝不足なの心配です。にゃん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 、バンバンガルガル、楽しみです、楽しみ。確かに
オンラインお話し会と、オンラインお話し会とかが2日連続であるでしょ。9と10であるじゃん。あと14日ホワイトデーの日に TGG あるじゃん。17日もオンラインお話があるし、サイン会もねあるよね。サイン会も結構ね3月3回あるし、20日はあれだ、ツーショット。やばい、ツーショット。え、あれ座ってやるのかな。分かんないんだよね。で24日もオンライン、わーい。17から4日連続会えるらしくて激アツ、プププ。やばい、17からめっちゃ会える。ツーショットってさ、今まであった？ツーショット見てたよね。やばいね。そう、座って撮るかな、立って撮るのかな。あゆみに会える日10、14、17、20、24、28、今月いっぱいいっぱいだね。たくさんだよ。ツーショット楽しみすぎる。それな、ツーショットいけないから、みんなのレポ見て次のツーショットを向けて、ツーショットに向けてワクワクする予定。いや楽しみすぎる。セッキ、あ、ありがとう、思いを届け、ありがとう、嬉しい。ドキドキしてきた。ドキ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 ね。労働中のセキさんからギフトだ。言い方、労働戻ります、お疲れ、頑張れ、労働頑張れ、ファイティン、応援してるよ。お目目治ってきた？恋しちゃったらバカみたいな泣き。泣くな。あゆみと結婚したくて毎日ザ・エンド。ザ・エンド。またミニトークショーとかあるのかな？わかんない。あるのかね？どうなんだろう。男が恋してなんぼ。そうなの。こんばんにゃほ、こんばんにゃほ。なんか虚名離れてるな。ということよ。言いたいことがあるんだよ。嬉しい。ガチ恋、ガチ恋工場売ってくれてる。市原あゆみ邪魔、好き好きカーニバルすぎてネイルに紫とか入れてみた。かわいい、
見せてよ。嬉しい。紫って色可愛くない？みんな何色が好き？冗談抜きで紫、紫と黒、わあいいね、紫と黒いい、わかる。薄ピンク、緑、黒、ピンク、紫以外嫌な雰囲気。そんなことないよ、あのもうほんと気使うのやめてよ気使わないでよ。好きな色は白黒いいよね、モノクロいいよね。さりげなく他の推しメンカラーを言う時間。そうなの？本当に好きな色を言ってくれてるんじゃなかったの？自分の好きな色を言ってよ来たって言ってくれて本当に嬉しかった。あ、本当？よかった。なんかね、喜んでくれてたもんね。青大好き。青いいね。いつも何時間寝てる？日によるけど、でも最近ね、あんまりね、寝てないかも。何時間寝てるっけな。なんか寝すぎもね、良くないかもって思い出して、なるべく早く起きるようにしてます。メイク時間1時間ぐらいかかっちゃうんだよね。長い、長いです。寝たい時に寝ればいいのさ、ね。なんかね、どこでも寝れますってタイプじゃないかも。そう、環境大事。まみちゃん肌が綺麗。本当？これはね、今日はコンシーラーだけで肌を作ってみました。同じく寝不足。あちゃー、今日3回も宅急便に起こされて暴れたねえ、もうやだよね、寝不足ね。もうショートスリーパーになりたいよ。そう、夜ね、やっとね、脳の回転がね、通常になってきて、やっと頭が回るようになってきて、あれしなきゃ、これしなきゃってなるよ。肌ね、めっちゃね、汚いんだ今。塗ってるからあれだけど、あの今日はね、でもね、コンシーラーでやってだけでやって、パウダーファンデを塗らずにやってみました。ごめん、男子ちょっとわからん話よね。ちょっと最近ちょっとね、マットに塗りすぎちゃって乾燥もするので、今日はコンシーラーだけでやってみました。まあ意外といけてるのかな。ショールームってね、あんまがっつりやりすぎるとなんかって感じになる。ライブとかだといいんだけどね、メイク難しいよね。そのね、今使ってるコンシーラーをね、早くね、終わらせたくて。昔のだから山めっちゃ可愛い、ありがとう、めっちゃ可愛い、ありがとう。
黒の服似合う、やった。逆に黒しかダメかもしれないってぐらい黒しっくりくるね。パッツンしない？パッツン？どういうこと？パッツンって何？毛穴一つなくてやばい。それ画面越しだからだよ。実際会うとね、やばみ。前髪パッツンしたい。今なんか伸びてる。全部使い切るまで新しいの買わないタイプ。そうそう、なんかね嫌なんだよね、全部使い切らないと新しいのを買いたくない。でもプレゼントとかでさ、そのタンプレとかでこういろいろメイク道具もらったりするのすごい嬉しくて、そういう。でもタンプレほどねなんかあんま使えない、もったいないって思っちゃうんだよね。ってことは普段荷物少なめ、少なめ。ストックないと不安にならない。確かに。だから結構、あーなんかさっきと言ってること矛盾ってなっちゃうけど、なんかもうなんかこうそうだね、予備として結構買っちゃったりもする。あんま挑戦はしないね。新しい今まで使ったことないメイクを買うとかはあんまないかな。今まで使ってたのエンリピ。対面の時肌綺麗じゃねって言ってました。あちょあちょやったね。結構対面とかってさ近いしあれだから肌がね結構見られるなっていう、メイクとかも分かっちゃうからドキドキしてたんだけど、そう言われると安心しました。あちゃめっちゃ綺麗だって本当。やっぱね朝からね、そうミニトークショーもあったから対面お話し会の時結構朝からメイクしてて、朝から夜まで12時間以上ってなると、12時間以上結構メイクも崩れちゃうんだよね、よれてきちゃって。だからうーん本当は6時間ぐらいでもうメイクは一旦取って休ませてあげた方が良さそうだよね。肌こんばんは、こんばんは、晩は晩は。トークショーから対面までの時間結構あった。そうだね結構あったけどね、ケータリングをいっぱい食べてました。ケータリングを食べて歯磨いたり自撮りしたりメンバーと写真撮り合ったりすると、割とねメイク直ししたりすると結構時間あっという間でいい感じの待機時間だった。どの分も綺麗でした、優しい。ケータリングがねそう豪華でめっちゃ美味しかった。たくさん食べちゃった。なんかチーズインハンバーグとかもあったし、ラタトゥーユみたいなやつもあったし、なんかスープもすごい美味しかったし。ケータリングやばいね、太りそう、いっぱい食べちゃって。激アツ。キッチンカーやってよ。そんなねやってよって言って OK やるって言ってねやれるもんじゃないからね。でも出たい。あれどんな感じだったの？キッチンカー楽しそうだね。4月からお仕事を始めるのですが不安です。これから会う回数減っちゃうのやだ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 。
カー開いて、キッチンカー意味が開く。神戸なんだ。そうなんだね。神戸、神戸最高です。神戸あいみん何屋さん開きたい？クレープ屋さん。ガビン。あ、ケバブ。ケバブだみ食べたことないんだけどさ、美味しいのかな。どこの料理だっけ？どこの国の？ケバブ美味しいよ。美味しいんだ。トルコ、あ、トルコね。ゴンチャで働いてそう。あ、じゃあゴンチャ開きます。値段、中身とか、どんなクレープ？いろんなクレープ、なんかスイーツ系のクレープだけじゃなくて、ちょっとさ、なんかこうキャベツ入ってる系のやつとかも売ったら食べる人いるかな。うん、クレープシュガーバターが一番好き。食べたことない。花屋さんが似合いそう。本当？お花屋さんですか？でも値段はなるべく安くしたいな、ね、だんだんね。なんかさ、物価高くない？上がってきてるよね。シンプルなのが一番好きかも。わかる。あ、チョコバナナ、いちごチョコとか好き。あゆみめっちゃ。あとガトーショコラとか。821円にする、全部。最近高いね。わけのわからないくらいクリーム入ったクレープ。クリーム、生クリーム？生クリーム入ってないやつ、入ってないやつがいいんだ。でもね、人それぞれだよね。それ苦手っていう子もいるしね。あ、生クリーム結構好きだな。むしゃむしゃ食べる。お仕事終わったよ。お疲れ。お仕事お疲れ様です。お仕事終わったらイエーイとなるよね。生クリームチューチュー吸ってそう。そういう風に見える。あいみんのパエリア食べたい。あ、パエリア作れるようになりたい。なんか最近生クリーム胃もたれやばい。重く感じる時が来るのか。若い、やった。まだ若いんだ。あ、クレープの、そうだね、クレープのこう周りに巻いてる紙にキイちゃんの写真をつける。キイちゃんがなんかいて、お花のイラスト。かわいい。これかわいい。マサラブミ、ありがとう。最近年を感じる。プププ。でも年を取るほどさ、いい女性になりたいよね。年齢を重ねるごとに。焼肉きつくなる。あー、焼肉ね、美味しいけどね。やっぱお寿司とかが一番
なんかどっとこないしいいよね。胃もたれすることあんまないかも、まだまだまだその時はまだ来てない。最近シャリ少なめが良くなってきた。わかる、結構すぐお腹いっぱいになっちゃう。シャリをね、回るお寿司とかでね、シャリをね、そのハーフ、普通のかハーフ半分にするかってなったら、でもなんかもったいないかなと思っちゃってしないんだよね。この前美味しすぎるお寿司食べてほっぺた落ちた。そんなにボテッと落ちるほど。でもお寿司はもう美味しい本当に。お寿司食べてると、でもサラダ食べたくなっちゃう、なんか同じ値段、そうもったいないなと思っちゃう。値段変わるならハーフにするわ。あいみょん食い、ほんと、なんか食べるときはね食べる、食べないときはあんま食べないみたいな、あのすごいね、こうそのときによる差がある。あいみ何皿、え、でも普通にめっちゃお腹空いてたら15皿とか余裕で食べる。気まぐれ15皿。そう、なんかね、その後レッスンがあったから、レッスン前にいっぱい食べとこうと思っていっぱい食べた。すごいのかな、エネルギー補給。そう、夜食べないとか決め事、え、お腹空いてたら食べるけど、めっちゃお腹いっぱいで、例えば外食してすごいもうほんといっぱい食べたってなると、例えばお寿司とかだったらあんま食べない時もあるかな。でも最近はずっと食べてますね。今お腹空いてます夜何食べようかなって感じ。今何食べようかな。ステーキ。昨日深夜にマックウーバーしました、プププでも痩せてるじゃん、太んないんだよ、太んない体質だよ、羨ましい。今久々に帰省しててカレー作ってもらって食べに来ない、あゆみのこと紹介したいし紹介されそうになってるんだけど、あ、本命あ、しゃぶしゃぶを食べたい。でも最近お寿司行ってないから、今は結構お寿司食べたいってなってる。でもね、一番ねお家で食べるのが安心安全でいいんですよ、体にも。メンタルしんどかったけど、近所の子供の泣き声可愛かった子供の泣き声可愛くてメンタル取り戻したってこと？大丈夫？何に悩んでるのかな？
今からスシローに行く、いいなあ。あいみあんまスシロー行かないから今度行こう。いや8太った、あれね、えマジ8 確かに結構、でもそれ言われないと絶対わからない。大丈夫、大事、そういう時も大事、いっぱい食べる時も。渡る思いを届け、ありがとう。メンタル強い、うーん、なんかそこまででもあんま強くないかもしれない。悩む時ねめっちゃねズーンって悩む人間ですからね。ヤマありがとう、タコちゃんありがとう。はま寿司めっちゃ美味しい、好き。くら寿司も好き。スシローね、あんまりね、なんかあんまスシロー行かない、なんでだろういや、ビックラポンが楽しいんだよね。クッククラ寿司、いくらぽ今ちいかわでガチ行きたい。ちいかわなの今、行かなきゃじゃん。それはハイセイノでバッキュンください。ハイセイノでバッキュン。はま寿司おすすめ、なんだっけ、炙りエビみたいなジャリジャリした感じの触覚のやつ、かん、ん、触覚、感触。炙りカルビ、食感食感食感虫さん、うん、めっちゃなんかね、ブラックペッパーみたいなやつがねかかってるやつか。あ、炙りリアステーキ、あ、それ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 です。胡椒ねえ、あって俺がシャイであいみがネタ思いっきり乗っかって、いや、おもろすぎるでしょ。初めて聞いて、それめっちゃ美味しいの。わさびね、わさびなんかね、少しいけるようになったかもしれないの。大人になったかな。ガリガリバランになります。バラン試したんだ。そう、この前ね、お寿司食べて、そう、すごくね
さんお寿司食べて、いやお寿司ね食べたくなってきてしまった。どうしてくれる？責任は取れないや。じゃあもうちょっとコメント欄が飯テロすぎるので、そろそろ終わりたいと思います。そう、そろそろジョイドンだし、優香誘っていいか？ OK、 いいよ、いつか誘います。じゃあそろそろランキングを読むね。お腹空いてきたのでそろそろ終わりにします。この後ジョイドン見るよ。ランキング読むね。13位奥さん、12位渡る、11位歩みの奇跡セッキー、10位黒猫モフモフ、9位ピザマン、8位レグルス、7位ノスピッピ、6位アニャ、5位クマプー、4位チヒロ、3位ヤマ、2位サエタン、1位はドゥルジャンシュート。ありがとうみんな。必ず箸を使う。お箸ね、あみお箸で食べますお寿司は。じゃん、今日もねたくさんありがとう。いきなりショールームゲリラで配信したにもかかわらずたくさん来てくれてありがとう。いっぱいねお話できて楽しかったよ。またショールームねできる時するので、フォローとフォローよろしくお願いします。ポチッとな。今日もラブお仕事行ってきます。やだやだお仕事頑張って。ラブギフトもありがとう。じゃんバヨバヨン、おやぼみバヨバヨン。お疲れ様です。パズルぼしぼし頑張ります。ありがとう。じゃあね、おやぽみなさい。プシュ。